こんにちは、ハピです。先日ユニクロに行ってきました。秋服がたくさん並んでいて、もう秋を感じました。そこで今回は秋服を含めたユニクロ購入品とコーディネートをご紹介します。では早速いきましょう。1着目はこちら、デニム A ラインシャツワンピース。カラーはブルー、サイズは M サイズ、4990円です。濃いめの色が秋冬らしさもあって、羽織にも使えそうなワンピース。襟の形が綺麗で気に入っています。生地が柔らかいので着心地がいいところがポイントです。このワンピースはベルトがついていて、ウエストをマークすることもできます。着てみるとこんな感じです。私の身長は153センチで M サイズを選びました。 S サイズでも良かったのですが、中にカットソーやニットを着てジャケットのように羽織にしたかったので、ゆとりのあるサイズを選びました。シルエットは A ラインですっきりとして見えます。長さは足首が見える丈感なので、ワンピース1枚で着ても安心できる長さです。カジュアル感のある濃いめのデニムカラーが可愛いです。ウエストのベルトは後ろで結んだり、前で結んでウエストにアクセントをつけたりとアレンジができます。私はシャツの襟はスタンドカラーが好きなのですが、この襟は比較的コンパクトなので、女性らしい印象の襟というところが気に入っています。靴下にレザーシューズを合わせたシンプルスタイルも OK というところが嬉しいです。では早速このワンピースを使ったすぐにでも着れるコーディネートを組んでみました。まだ暑いのでインナーはタンクトップを選びました。色はダークグレーで落ち着いた印象にしています。スカートはグリーンのマーメイドスカートを合わせて、デニムワンピースは前を開けてコート風にアレンジ、袖はまくって抜け感を出して斜め掛けバッグを合わせました。パールのイヤリングとネックレスで女性らしさをプラス、足元は軽やかに白のスニーカーを選んでカジュアル感を出しました。このデニムワンピースは白い T シャツやきれいめのパンツとも合わせやすいので、普段のコーデにさらっと羽織れるワンピースです。またこのワンピースは全部で4色展開となっていて、私はストライプ柄も購入してきました。ストライプコットン A ラインシャツワンピース、カラーは62のブルー、サイズは S サイズで4990円です。先ほどのデニムワンピースは M サイズでしたが、ストライプ柄は S サイズを選びました。理由としては、このワンピースは羽織として着るよりも上にニットやカーディガンを合わせたいと思ったので、重ね着がしやすいコンパクトなサイズにしました。綺麗なストライプ柄が爽やか。生地は薄手でさらっとしています。こちらもウエストベルトがついています。着てみるとこんな感じです。デニムとはまた印象が変わって、爽やかで軽やかな印象になりました。S サイズは M サイズよりも少しコンパクトな着心地で、丈はふくらはぎ下ぐらいの長さです。ストライプ柄がすっきりと見せてくれます。ポケットは両側についていて、ストライプ柄デニム柄と両方についていました。後ろで結んでいたベルトは前で結んでも可愛いです。白の靴下にレザーシューズを合わせると可愛い印象になりました。コーディネートはこちらです。ワンピースの下に黒のタックパンツを合わせて重ね着コーデにしました。ベルトは前で結んでアクセントをつけました。襟を開けてパールのネックレスをつけています。また少し襟を立たせてこなれ感を出しました。足元はアイボリーのフラットシューズを合わせて大人っぽく、バッグは爽やかな白のカゴトートバッグです。このワンピースはさらっとしているのでオフィスにもすぐに使えるワンピースです。3着目はこちら、ウルトラストレッチフレアロングワンピース。カラーはブラック、サイズは L サイズ、3990円です。こちらはセオリーとのコラボワンピースです。シンプルなブラックのワンピースでシルエットが綺麗なところが気に入っています。ストレッチが効いていてドライ機能なのでお手入れが楽なワンピースです。着てみるとこんな感じ。身長153センチで L サイズを着用しています。このワンピースは小さめでフィット感があるデザインですが、私はぴったりとした感じがなんだか苦手なのでゆとりのある L サイズを選びました。 L サイズでもウエストがキュッとしていてスカートはふんわりくるっと回ると綺麗に広がるシルエットがとっても綺麗で気に入っています。首周りや肩のデザインは上品で肌がそこまで出ないので大人が着やすいノースリーブワンピースです。コーディネートはこちら、ワンピースにストライプのリネンジャケットを合わせました。ジャケットの袖はまくってブラックレザーの腕時計をつけました。足元も黒のフラットシューズで色を合わせてシックにまとめました。このワンピースは合わせるアイテムによってフォーマルにも着れるワンピースです。ということで今回はユニクロ購入品をご紹介しました。私は特にこのシャツワンピースが秋に使える万能アイテムだと思うので、これから使うのが楽しみです。また来月にはこのシャツワンピースを使った秋のルックブックをアップしたいと思っています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。